はいこちら F35A、ねえー、通常離陸型の、ね F、う航空自衛隊の F35A 墜落と断定しました防衛省操縦士の捜索が続いています青森沖で、えー、尾翼が発見されています、えー、まあ墜落、まあ、尾翼が発見されていますしレーダーから消えているということで、えー、当然燃料だってもう、ねえー、尽きているはずですから、まあ、あ帰還していない以上 墜落ということで、えー、自衛隊が断定しました呼んできます 防衛省は10日青森県沖の太平洋上で訓練中に消息を絶った航空自衛隊三沢基地所属の最新鋭ステルス戦闘機 F35A について尾翼の一部が周辺海域で見つかったとして機体が墜落したと断定 F35A として世界初の墜落事故と明らかにした操縦していた40代の男性三島空佐の行方は分かっておらず米軍や海上保安庁と捜索を続けた岩谷防衛大臣や記者団に操縦士が訓練を中止すると無線で 通信したた後消息を絶ったと説明航空自衛隊の航空事故調査委員会は操縦士が何らかの異変を認識していた可能性があるとみて原因を調べる操縦士の無線通信以外に原因を示唆する記録はなく機体の欠陥か人為的ミスか調査は何個も予想される政府は F-35A 105を10機 短距離離陸、垂直離陸が可能な F35B を42機導入し、計147機体制にする方針を決めている。敵のレーダーで捉えにくい特性を持つアメリカ・ロッキード・マーチン製の F35 は、日米のほか、共同開発したイギリス、オーストラリアなどが運用しており、将来的には3000機以上となる見込み。アメリカは F35 の機密情報に神経を尖らせており、捜査に協力するとして米軍の哨戒機に加ええー、艦艇2隻も現場周辺に派遣。 えー、機体の特性は中国やロシアにとって注目の的で中ロに機体を収集されることを注意すべきだとの指摘もあるということです。うんえー、この F35A はです、ね、一人乗りなんですね、えー、ですからまあベテランの、ね、パイロットが乗っていたということなんですけど、まあ、とにかくです、ねえー、生きて帰ってきてほしいと思います。まあ、ただね えー、やっぱり気になるのは緊急車室が行われていない可能性が高いということで、えー、緊急車室が行われていなければ乗ったまま機体ごと海に、えー、行っているということですから、ねえー、そうするといよいよね。<laughs> 生存ということを考えるときにですね、やっぱ緊急射出さえしてくれていればですね、えー、生存率は高くなるんですけどもね、ですからどうやら緊急射出をした形跡がないということですので、もし緊急射出してないとなるとですね、えー、ね、 ちょっとかなり厳しい状況なのかなという,ふうに想像されます、えーまあ、とにかく、ね、早く、ね、見つかってほしいと思います。えー、でこ,のちょっとこれはです、ね、ち,ょっとちょっと前に F2 戦闘機が墜落しましたよねあの時は操縦士2人で、まあ、緊急射出をして、まあ、2人とも生き延びました。 まあ機体は、ね、失われたとはいえですね、2人生き延びたということで、今回はですね、ちょっと精子がかかっているということで,ですね、えー、これまで F35 で死亡事故はないんですね墜落もあの A では初なんです。 えー、B は墜落事例があるんですけども、その時は、ね、あの脱出して生還してるんですね。ですからあの A での墜落がまず初めてだということ、それから未だに死亡事故ありませんので、えー、まあというか生きて帰ってほしいですけれども死亡率は今ないということですね、えー。ですからまあちょっと世界が注目するで、まあこれがですね西側諸国の主力戦闘機になるんですね。ですからまあ確かにね F35 というのはこれまで開発途中で。 いくつか問題があって。 えー、まあ戦闘機作る時ってそうだと思いますけどね。だからレーダーに映らないということなので、あのあの羽の形もちょっと普通と違うんですよね。だからその、えー、レーダーに映らないことを優先したがためにですね、えー、操縦性が多少犠牲になっているんじゃないかとも言われてるんですけども、えー、まあとにかくですね、あの秘密の塊ですよね。えー、そして、えー、まあいろまあまあこの F35A の最あごめんなさい F35 の最大の特徴は、ね なんと言いましても、あのレーダーにほとんど映んないというね、えー、そういうところなわけですよで。で、例えば速度、飛ぶ速度に関しては。 F-15 とかの方が早いんですよね <laughs>、えー、それから、操作性能に関してもあの特別あの操作性能がいいわけでもないんですやっぱりレーダーに映らないということにしたがためにですね多少、操作性は犠牲にしている面がありそうなんですよね、えー、ですから特別、ね、運動の能力は高いわけでもない特別速いわけでもないじゃあ、ではなんでこの、ねえー、飛行機がすごいんですかといったらとにかくレーダーに映らない。 それから情報収集能力とか、あと、そのな、なんか電子戦に強いとか、なんかそういうですね、あの、運動性能とか早く飛ぶとか、そことはちょっと違う部分での特性があるということなんです。で、そこのですね、ステルス性に関してはもう、ロシアとか中国を圧倒する技術、水準に達しているということそれから電子的な性能とかにしても圧倒的に進んでいるということで、まあ、これがですね、えー、っと、 えーまあ、アメリカ、日本それからイギリスをはじめです、ね、西側諸国が揃って配備するわけですよで、西側諸国の航空機が、えー、とにかく F35 のおかげで保たれるとされているわけですねで中国も <laughs>、全20とかロシアもいろいろ出してきてるけどもやっぱり足元にも及ばないもう世代が違うんですよねですからいくら中国が <laughs> これから開発をしていったとしても F35 に到達するにはだいぶ時間がかかる。 で中国が F35 に到着した時アメリカはもっとさらに進んでいるわけですねそういうふうにして航空優位を保つと、えー、いうことなわけですですから、えー、もしね今回、ね、F35 がまあ墜落してそれを今ね、ね、えー、自衛隊と米軍が一生懸命探してますけどももし中国が先に見つけて引き上げちゃったらこれ、えらいことが起きるわけですよ。 もうこれ機密の塊ですからそれを見てはこうやって作るんだって分解してみてねほほーってことになっちゃったらですね、すぐ作れちゃうわけですね。そうするとこれから F35 を量産して西側諸国の航空優位を圧倒的なものにしようとしている矢先に中国、ロシアがそれを同じものすぐ作れちゃったらこれですね、アメリカと中国とのですね、この軍事バランスが一気に。 <laughs> おかしなことになる可能性があるだから西側諸国のだから日米英のですね、えー、ヨーロッパも EU もそうですけども、えー、このね航空優位というものがもうねあっという間に破られてしまう可能性があるんですね、えー、でまたね墜落した地点がねこれ領海じゃないんですよ公海上なんですよね航海上とということはですね 公の海で誰の海海ででで誰もないんです確かに200カり以内ですからこれは EEZ 排他的経済水域ではありますけれどもやっぱ公海上ですからね、えー、まあ領海だって無害通行権が認められてますし公海上ですから。 別にプカプカ止まってたっていいわけですよ、何、そこで止まってんだ、どっか行きなさいなんて言われる筋合いもないわけですから、そう考えると、さすがにね軍艦が探していると、何探してるんだよってことになりますから、なんか民間の船を装ってね、ねもしくは漁船を装って、中国の船がわんさと出てね、ね実は軍人が動かしてて探しているとかね、そういうこともあるかもしれない、えちょっとば私、まだ情報特定しないんですけども、まあね、あの三沢から東に百数十キロ、百八十キロだったかなということですけども、 あそこが、深さがどのぐらいなのかね。ほら、日本列島の東って日本海溝、マリアナ海溝あるから一気にドーンと落ちますけども、その百数十キロ沖というのがまだ浅いのか、そとも結構深いのか、ここがちょっと気になるところですね。深ければ深いほど、これ、引き上げるの大変ですからね。えー、まあ浅ければね、まあまだ、あ、1500ですか ?1500、結構深い。1500、結構深いね。これは潜水士が潜れる範囲じゃないね。 <laughs> いやー1500は深いなー深い深いわーしかもさ大型の船が沈んでればただし戦艦大和が沈んでますとか言うんだったらあれはもう巨大な鉄の塊ですから分かりやすいですけども飛行機って小さいからね飛行機小さいでしょ これ1500メートル下にひるひるひる落ちてたらこれ回収すんのはこれ頭痛いなーいやーこれはちょっと1500。1500。いやー中国がもうちょろ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 潜水艦動かしてきてるかもしれません。だからこれアメリカが対戦哨戒機出しましたよね。中国がほら上じゃなくて下で探してるかもしれない。 それを見つけるということで、下手な真似したらう沈めるぞって話ですか。から、自衛隊にはほら、いくら中国の潜水艦が来たってね、沈められないけど、アメリカができますからね。多分アメリカもね、あの、潜水艦出してるでしょうよ。いや、変な動きしたら沈めるでしょうよ。ええー。いや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 、1500メーターですか。ちょっと深いなぁ。深いなぁ、1500メートルは。深いなぁ。 どう ?1500 メートルの深海に落ちたあの小さな飛行機見つけ出してあげられるのかな <laughs> ちょっとイメージがつかない。まあマリアナ海溝じゃなかったことがせめてもの救いだ。あれ4000メートル、8000メートル行っちゃったらもうこれ、これはもうどうしようもないけど1500メートル深いわ。はい。 でね、だから、もしかしたらこれは西側の、ね、航空優位が崩れるかもしれないというこれ、それほどのです、ね、重大なことなんですねですからなんとしてもどんなに深くても中国、ロシアよりも先に回収しなきゃダメです。